もこんにちは、冬中です。今回は Uber Eats さんでちょっと出前を取りました。で、今回は初めての食レポです。最近スタミナがちょっとないなと思いまして、ちょっと焼肉を食べましょうと思いまして、今回道頓堀にある福屋っていうところの極上イマンリ牛を食べていきたいと思います。ちょっと奮発して、イマンリじゃなくてイマリ牛ですね、すいません。イマリ牛で、お店の名前もう一度すいません。福屋です。道頓堀にある福屋さんですけど、福屋さんに事前に今日ちょっと電話をさせていただいたんですけど、載せますよという感じで、とってもいい方だったよね。はい。なので、ね、あのお店の承認済みです。で、今回はあとお店があのフルーツをちょっと盛り付けしてくれてありがとうございます。なんかこれあの写真ではついてなかったんですけど、なんかあの届いた商品にはフルーツがついてました。初スイカですね、うちにとって今年初めてのスイカです。では食レポ体験お願いしたいと思います。準備しますので一回止めます。では今回初めての食レポをやっていきたいと思います。これ各額、大体2000円ずつぐらいで、送料合わせたら大体4600円ぐらいになります。結構ちょっと高級な感じのお弁当ですね。でこっちが、牛タンで、こっちが霜降り中です。じゃーん。あとこれフルーツをつけてくれました。では実食していきたいと思います。イエーイ。食べていきます。まずどっちからにしようかな。まず霜降り重から食べていきたいと思います。はい、食べていきます。はーい。お肉柔らかいですか？はい、ちゃんとボリュームがあって、味もタレも美味しいです。これご飯と合うでしょうな。ご飯が中に入ってます。冬中さん、よく見てくださいね。あ、中だから。はい、ではこっちの方も、はい、食べていきます。見せてください。はい、で、食べていきます。はい。タンって言ったら、あのタレしか思いつかないな。なんかレモンとかの、そうね、タンチューって意外とちょっとあんまりないかもね。ね、これはよく見せてもらっていいですか。美味しそう。これ中に何、ナムルが入ってるのかな。キムチと、追いキムチとナムルと、中にほうれん草とかのナムルですかね、これ入ってて、その下にご飯が入ってますね。お肉どんな感じかな。こんな感じですね。ちゃんとボリュームがあります。どうですか。めっちゃ美味しいです。絶対ご飯と合うんで、みんなも食べてみてください。で、URL もし食べたいみたいなと思ったら貼っとくんで、開いてみてください。ぜひお店に行かれてもいいと思います。なんかコロナ絶滅のなんか貼ってあったね、ちゃんと。はい、お店もなんかそういうのやってるみたいなので、行ってあげてほしいと思います。では一回食べますね。食べ続けます。ラスト一口です。食べていきます。食べ終わりました。完食です。いかがでしたか。美味しかったです。あのボリュームがちゃんとあって結構美味しかったです。タレも美味しかったです。皆さんもぜひ食べてみてください。まだこの時間だったら間に合うかもなんで。で、今回もう一回紹介しておきます。福屋です。道頓堀にある福屋です。皆さんもぜひ食べてみてください。バイバイ。母から一言、もうついてたキムチもものすごく美味しかったねって。今度お店にも行ってみたいなと思います。その時はまた紹介したいと思います。では See you! バイバイ。